はい、こんにちは。ソニーショップテックスタッフの佐藤です。今日はですね、フレキシブル露出という撮影方法についてご案内をしたいと思います。カメラは α7-4 なんですけども、このカメラにはですね、大変便利な機能がついていまして、静止画動画独立設定というものがあります。こちらの設定を、オンにすると、写真撮影のモードと動画撮影のモードを切り替えたときに、ピクチャープロファイル、やフォーカスモード、ホワイトバランス、露出補正や絞りシャッタースピード、ISO 感度などを、個々独立して設定をすることができて、静止画と動画の撮影を切り替えしたときに、これらの設定値がそれぞれの、優先、動画の設定、写真の設定、それぞれを覚えておいてくれるということができます。ここに絞りとシャッタースピードというのもあるんですけども、あと ISO 感度ですね。ここ設定しても、結局でもモードダイヤルの方に引きずられてしまうので、例えば写真の方を撮影するときは、絞り優先にしておきたい。で、動画撮影のときには、シャッタースピードを優先にして60分の1秒にしたいというときにですね、それを、わざわざシャッタースピード優先にしたりして、切り替える必要が出てきます。そこで、フレキシブル露出というものを使って、これらを解決してみようということになります。フレキシブル露出モードの設定は、撮影モードの、ここがですね、動画撮影の設定にしているときにだけ出てくるんですが、露出制御方式というのがあり、ここを、フレキシブル露出モードという方に切り替えて使います。そうすると、もうここに設定が出てましたけども、モードダイヤルを、PASM と書いてあるモードダイヤルの設定を無視して、シャッタースピード、ISO 感度、絞りのそれぞれの値を、ダイヤルに割り当ててくれています。それとオートの切り替えも、コントロール1、コントロール4のボタンに、割り当ててくれるので、これで使うことができます。よいしょ、ちょっとやってみたいと思います。よし、例えば、写真モードにして、絞り優先にします。F4 になってます。これで写真を撮ります。はい、続けて、動画撮影に移りたいと思います。動画撮影モードにすると、よいしょ、はい、もう今なんか設定値がすごいことになってますけども、よいしょ、60分の1秒にしたいんですが、よし、しましたと。それと、ISO をオートにしたいと思います。コントロール1ですね。それと、絞りも、オートにしようと思うので、ここでコントロール2をします。はい、こうすると、シャッタースピード60分の1秒だけ固定になっていて、あとはすべて、カメラ任せで今撮影ができています。また写真にちょっと戻りたいと思います。はい、そうすると、設定値よく見ていただくと分かるんですが、ピクチャープロファイルが今オフになってますね。で、絞り、4.0 になっています。絞り開放になっています。これで、動画モードに戻る と、ピクチャープロファイルの11になって、シャッタースピード60分の1秒で、絞りの方はオートになっているので、今 F11 とか13とかになってましたね。これで、撮影を簡単にワンタッチで切り替えるようになります。S&Q はどうなるのかっていうと、 S&Q に関しても、動画の設定がそのまま引っ張られるような形になります。非常に分かりやすい機能で、使いやすい機能で、これがあればもうほぼワンタッチで動画撮影と写真撮影が両立できるようになるのではないでしょうか。この機能を試しにですね、昨日両神さんというところへ、行ってきました。その時にフレキシブル露出モードを使って、撮影してきたカットがいろいろありますので、ちょっとご紹介してみたいと思います。こちらをご覧になってみてください。
苔むしてるところってあんな